画面パンパンすぎる。そう、結構今年入ってサボ月1をサボってたんですけど、そう、今今月で取り返しています。 今月って3回目とか。私ちょっと X 見よう、自分の X 見よう。こんばんは。配信じゃないか。ショールームっていつも打つか、私。ショールーム。こんばんは。あ、そう、今日ここにいてる。あ、今月2回目だった。めちゃくちゃ嘘ついたわ。今月3回目だと思ってた。今月2回目でした。めちゃくちゃ嘘ついてたわ。今日は、舞台を見に行き、稽古、初稽古。来月の終わらない歌、エターナルメロディー、終わらない歌を、あ、正式名称忘れた。そう、でも、その来月の主演の終わらない歌2024の初稽古があったんですよ、今日。この前、先週ぐらいに顔合わせして、今日稽古、初日、私。なんかさ、その、物語 A、物語 B、物語 C って3つお話があって、その1本の作品の中にね。それで、私は B に出るんで、今日は B の稽古だったので、行ってきました。なのでね、まあ主役といえど、主役という立場ではありがたいことにありますが、出番的には、その全然 AC とかは全然出ないみたいなところあるので、まあ、出ずっぱではないよということだけ言っておきます。ですが、今日やった感じ、ちょっと難しいセリフが多くて、どうしよっかなって感じです。また覚えるの大変そうな台本をいただきました。そう。そんな感じですかね。そう、頭、そう、また頭いい役なの。私。でもさ、ちょ、聞いてほしい。私、今回の演出家の、扇田さん、初めましてなんですけど、顔合わせの時に、その雑談で、普段どんな役、よく、その、やるんですか？どういう役をもらうんですか？って言われて、結構真面目だったりとか、優等生とか、なんかその、しっかりした役が多いですって言ったら、ああ、だろうねって言われた。ああ、だろうね。なんか声が、その優等生とか、そう、正しいことを言いそうな声をしてるから、なんかそれこそちょっとヤンキーとか、グレた役より、そういうのが合いそうだし、多そうだねって言われて、すごい言われた。私初めて言われた。声が優等生っぽいって初めて言われたんだけど。その扇田さん、演出家の方が言うには、なんか私の声で、なんかこう怒られるっていうか、その正論をバーって言われたら、その、ああ、で、こうちょっとしょんぼりしちゃう感じの声って言ってた。なんか、ああ、反論できないってなる感じの、なんか、なんだろう、声がまっすぐなのか、ちょっと。私にはその何が、その要因になってるのか全然わかんないんですけど、そうそう言われました。そしてまた今回も頭がいい役ということで。本当にね、最近の役は、本当プログラミングするとか、勉強ができるとか、優等生系が本当に多いですね。学級委員とか生徒会とかしてそう。あ、でも私さ、副学級長もやってたし、中学の時。生徒会も、小学校も中学校も入ってたな。あながち間違ってはない。あながち間違ってはないといった感じか。そう、なので今日初稽古で。でもさ、その物語 B、私が出る物語 B の部分って、4人しか出演者がいないんですよ。あんなに、二十何人出演者がいるうちの、綺麗に3等分されて出演するわけじゃなくて、私その、
4人しかいなくて、物語 B。で、今日1人は、まだ今本番中だかで、今日3人しかいなくて、めっちゃ濃い稽古でした。3人だったから、自分に、何？自分に接してくれる時間が長いから、演出家が。そうそうそう。なので、初稽古、そんな感じでした。といったお話。で、その初稽古の前に、今日は舞台を見に行ってきました。うちの事務所の、作品名が、ちょっと忘れちゃった。ちょっと待って、パンフレット持ってこよう。ちょっと待ってね。行って。少々お待ちくださーい。戻りました。こちら、ああ表紙に書いてない、なんていう作品なんだ。え、どこに書いてあるの。あ、あった。つむ夢キララと舞い込んでっていう、イルミナスさんの、うちの事務所の、さえりちゃんと、マリアンが出てる舞台を、事務所の、今回は、サオリンと、ユダヒマワリちゃんと、あとはマネージャーさんと、一緒に見に行きました。めちゃくちゃ面白かった。なんか、コメディ系なんですけど、めっちゃ面白かった。普通に笑ったし、なんかさ、その物語の中にいっぱい伏線が散りばめられててさ、めっちゃ面白かったんだよな。あ、さっき見たあれがこれに繋がるのかがめっちゃ多くて、そう面白かったんですけど、まあぜひ、今日本番を迎えてって感じなので、まあちょっと台風が来てるのでね、外出がちょっと、しづらいかとは思いますけれども、もしよければ、もしよろしければ、ぜひ、見に行ってください。まあ、と言いつつですけれども、なんか自分がさ、出てないさ、その事務所の先輩が出てる作品とか結構見に行くんですけど、その、もちろん作品は本当に面白いし、できる限り大勢の人に見てもらいたいんですけど、やっぱ自分が出てない舞台をみんなが見に行ってるって、ちょっとこう、ちょっとこう寂しい気持ちにはなるよね。あれ？もしかして、他のところも行ってるの？ってちょっと思っちゃうよね。そう、めんどくさい彼女みたいなことを言い出す。私が。めんどくさーい。最悪だ。最悪だね。そう。そう。こんばんは。OBS が今調子悪かった。あ、調子悪いかも。カクカクかも。大丈夫かわかんないけど。やばかったらコメントに書いてほしい。うん。あとさ、話変わるんですけど、今次のさ、終わらない歌を少女はとエターナルメロディ2024の台本めっちゃすごくない？ちゃんとね、冊子なの今回。なんかいつも A4 の用紙に、その、印刷してもらって、私が、クリップで止めるんですけど、今回、冊子なんです。すごい！めっちゃ、力入ってるというか、嬉しい。全然私、ギフト読んでなかった。うん！プルトンさん、ギフトありがとう。バイクコトさんギフトありがとう。ありがとうございます。今日ね、事務所の先輩というか出演してるマリアンさんとさえりちゃんとはお話できなかったんですけど、ちょっと面会できなかったんで、でもさおりちゃんとかとお話しして、そう、あとひまわりちゃんとも今回この作品でね、初共演なんですよ。最近 Z 事務所に入った、そう。
最近ね、仲良くなるためにいっぱいお話ししてるんですよ。でも、難しいのがさ、事務所に入ったのは私のがちょっとだけ先だけど、年齢はひまわりちゃんの方が上で、かつ多分芸歴もそんな変わんないんじゃないかな。結構やってるって言ってたから。だからすごい今ね、お互いに敬語がまだあるよって感じ。お互いに。私は勝手にひまわりちゃんって呼んでるけど、ちょっと敬語があるよ、みたいな感じで。まあ、舞台が終わる頃には、仲良しになるんじゃないかなと、思っています。そう、名前がひまわりちゃんなの。めっちゃ可愛くない？前何してた人？あ、もうずっとお芝居だけの人。元アイドルとかじゃなくて。そうそうそう。ずっとね、お芝居の人でね、お芝居が上手いし、可愛い。お顔が可愛いんです。そう。でもみんな本当に、だからめんどくさい彼女みたいなこともう一回言うけど、本当にみんな流れていかないでほしい。みんなここに帰ってきてほしい。みんな私の元に帰ってきてほしい。本当にね、ダメですよ。困りますから。でもさ、最近私さ、ツイッターのフォロワーが微増し続けててさ、嬉しい。なんか、あ、ちょっと待って、頭痛い。あ、関係ない。なんか、Z 入って、最初の半年ぐらい？なんか6月、7月ぐらいまでは、今まで応援してくれてた人が、こう、アイドルじゃなくなった私を、引き続き、応援してくれるように、なんかこう、いっぱい楽しいことというか、イベントだったりとか、提供していきたいなってずっと思ってたんですけど、それで、思ってるんですけど、もちろん。なんか最近そう、新しく知ってくれてる人も、ちょっと増えて、なんか嬉しい。嬉しいです。今私ループしてないよね。私のショールームの画面は非常にバグってるけど。でもループしてないよね。ちゃんとできてるよね、配信。ドキドキしちゃうね。この、普段使わない OBS を使うと、ドキドキしちゃうね。プルトンさん、いっぱいギフトありがとうございます。たかしさんもギフトありがとう。見えてる？ありがとう。なんか、言ってね。急にパソコンでやるようになったからね、前回からね。舞台きっかけなのかな？私本当にどこから来てくれてんのかわかんないんだけど。そう。まあでもなんかこう、新しくしてくれてる人が増えたらいいよね。今、応援してくれてるみんなを、大事にしつつ、増えていったらいいよね。割とさ、私のファンの人、ウェルカム対応じゃないですかね。で、そんな気がするんですよ。新しい人に。パソコンの上にカメラつけるとどうしても視線落ちちゃう。でもさ、スマホでやるときもさ、スマホってさ、こう横画面にしてさ、どっちかにカメラになるじゃん。でさ、その反対側にさ、コメントになるんですよ。カメラと反対側にコメント欄になるからさ、その目線がずっとこうならない。スマホだとさ、こうやって喋ってない？この感じで。パソコンだとこう、下に落ちちゃうけど。気にするね。カメラ見るの気にするわ。ちゃんと。この辺見る、よくないね。そう。コメントもカメラの真下に置けばいいのか。そうすれば、真ん中になるのか。X のフォローをしたのは Z 入ってから、あ！嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。私さ、思い出した。なんか、みんなが何で私に興味を持ったのか、めっちゃ気になる人だから、私、お話し会とか握手会やってた時、なんか割と最近来てくれるようになったなーって人に、何がきっかけで、好きになったのってめっちゃ聞き回ってたの、今思い出した。今も全然聞き回りたい、みんなに。何がきっかけでフォローしてくれたのって。めっちゃ聞きたいな。
超聞きたい。すっごい気になる。まあ全然人それぞれだとは思うんだけど。てか人それぞれだったし。あのアイドル、AKB の時も。人それぞれではあったんだけど。聞きたいですね。まああとは、今だって8月のもう終わり9月になるでしょ？もうだって、丸8ヶ月ですよ。新しい生活が始まって。事務所が変わってから。あ、ちゅまですね。え、本当に早いかも。なんか一月に一回ぐらい舞台出させてもらってる気がしてて。やっぱね、稽古の期間、本当にね、進むのが早いんですよ。そう。だからめっちゃあっという間だね。2020年はあっという間すぎるかも。こんばんは。黒縁メガネサイリン。マジで覚えてない。いつ？黒縁メガネって。めっちゃ前だよね。めっちゃ前で。超最初だよね、それね。初めて見たのは舞台裏のゲストで来た。おえぇ、ー、ちょっと待って。あのさ、ショールームってさ、ショールームってさ、コメント規制めっちゃ激しいじゃん。豚もダメなの。ちょっと笑っちゃった、今。めっちゃおもろいじゃん。うわ、懐かしい。私、その、コメント規制の星読むのめっちゃうまかったよね、そういえば。まあ、こうやって書いてあるんでしょって読み取るのめっちゃ上手だったの、今思い出した。またその力発揮しよう。事務所は居心地いいの？ああ、でもそうですね。やっぱ先輩みんな優しいし、割と私が、やりたいって言ったことを結構叶えてくれる事務所ではあるので、え、だって、今度さ、来月の7日 ?9 月7日に、新しい曲というか、まあ、初めてのソロ曲、空色のリリースイベントがあるんですけど、なんか歌作りたいなーって言ったら、作ってくれたし、すごくない？そんなさ、やりたいなーって言ったら叶えてくれる事務所ってやっぱ、まあない。でも、じゃあ最近のお悩み相談しよう、みんなに。お悩み相談っていうか別に解決する話じゃないから、まあ別にお話なんですけど。私さ、もともとそのグループってさ、割と協調性というかさ、その、これを、この公演のこのポジションで出てください、みたいな。言われて、お、覚えます、みたいな。だし、ある程度自主性といっても、この公演出たいんで、自分で覚えるんで出してください、みたいな。ぐらいのものじゃないですか。やっぱグループって人数が多い分。だし、その、何？グループの方向性もあるし。だから、その、割と、今の事務所で結構自主性を求められてて、何がしたいか、私が何がしたいか、をよく聞かれることがあって、こう生み出せなくて、やりたいことというか、こういうのがやりたい、みたいなのが、すごい生み出すのが、その、苦手で、最近ね、悩んでるから、みんなに、何が見たい？ってたまに聞く。それでね、この前のさ、さやか時間っていう、カフェイベントやったんですけど、そこでみんなになんか聞いたじゃない、あ、来てくれた人もいる、来てくれてない人もいるからあれだけど、みんなに聞いたんですよ。来てくれてるみんなに。今後の高橋さやか、何をしてほしいか、みたいな。そう。それで、歌が聞きたいっていう声が、ま、ちょこちょこありまして、歌出しちゃおうってなりました。なんか割とね、私の声というかみんなの声もそこそこ通るいい事務所です。なおちゃんの卒業公演でサイリンが流した涙に惹かれました。うわぁ、懐かしい！ジョーマイラブの舞台でサイリンを見てからますます好きになった。ああ、ありがとうございます。ジョーマイラブも懐かしいね。私が愛媛にね、えらい長い期間いましたからね。そう、優しい事務所。Z はイベントとかもアットホームな感じが好き。あー、確かにイベントもめちゃくちゃアットホームですよね。歌出せるの、ね、歌本当に、すごいトン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 って進んでったの。歌出したいですって言ったら、そう、じゃあどういう感じの曲がいいってなって、こういう感じがいいって言って、
すぐデモが送られてきて、あーもうちょっとこういう感じがいいですって返したら、すぐまた来て、あーこれがいいですって言って。で、私歌詞とかあんま書けないから、そう。歌詞も、こういう感じのイメージの歌詞がいいですってな、お願いしたら、これどうですかってすぐ来て、わーすごい歌できちゃったみたいな感じで。え、ちょっと本当に早く聴いてほしい。私は、すっすごい自分好きなやつみたいな感じですけど、最近、その、もうレコーディングしたんですよ。もうレコーディングして、そのミックスもしてもらったんで、もう本当に M カードっていう、その CD の代わりのそのカードがあるんですけど、それに収録する音源がもう私の手元にはあるのね。完成音源が。それをもらってるから毎日、仕事行く時の電車の中とかずっとイヤホンで聴いてる。めっちゃ自分好きじゃんって思うけど、本当に素敵な曲を作ってもらっちゃった。楽しかったな、でもレコーディングも。超サクサクで。どんな歌なの？あ、割と、本当に私っぽいというか、まあ私っぽさは人それぞれだと思うんですけど、明るい、爽やか系、ソング、です。そう。なんかリリースイベントもめちゃくちゃ楽しみです。なんか特典もね、結構、あるんで、まあ、ぜひよろしければ M カード買っていただいて特典もゲットしていただければと思っております。そう、聞くの本当楽しみにしててほしい。え、本当にね、いい曲作ってもらっちゃったなそう、でもね、あとあれか、来月は自分の主演舞台でしょ？再来月のその降臨、あ、違う。来月か！同じだ！来月の主演舞台終わらない歌2024が終わった本当に数日後に、その降臨ソウルっていう作品でゲストで出るんですけど、それの台本も私の手元に届きまして、今だから本当に文字に囲まれてる生活してる。そう。文字に囲まれた生活してるわ。なんかさ、私、読書が割と好きだったんだけど、学生時代とかもともと。やっぱ台本を抱えてる時ってさ、本読めないんですよ。他の文字を入れたらもうパニックになっちゃうから、脳みそが。だから、その、すっごい幸せな悩みなんですけど、毎月舞台がやらせてもらってると、本当に本読めない。今買ってさ、読んでない本4冊ぐらいある。でも買っちゃうんだよ。だって読みたいなって本屋に行ったら思っちゃうから。学んでほしい。私。本当にバカだなって思うけど。M カードでの新曲は何曲入ってるの？あ、今回はね、1曲です。M カード。まあ、明日何が入ってるかの告知があるんじゃないかなと思うんですけど、そう、曲自体は1曲です。ね、すいません。すいません。曲作るのって、なんかめっちゃお金かかるらしくて。なんか何個もポンポコポンポコ作れる話ではないみたいで、ちょっとすいません。1曲しかないんですけど。そう。許してください。でも1曲に今魂こもってるんで、許してください。M カードは、遠方でもゲットできるかわかんないので聞いときます。それは聞いておきます。エイトのコンサート寸劇で歌声良かった。それでも好きで。あ、あれだ。何？あ、湖の名前忘れた。あの、富士山のふもとでやったやつね。なんだっけ？何？あ、湖の名前なんだっけ？忘れちゃった。忘れてしまいました。河口湖。That's right. それ。そう、河口湖で、あれだよね。梅坊さんの演出で。ちっちゃいミュージカルみたいなのやったやつですよね。あれ、懐かしい。あれ、ちゃんとさ、メンバー内でオーディションしてさ、なんと私がソロ曲歌う役に選んでもらえてさ。あ、そう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 。川口コステラシアター。鬼サム会場ね。屋外だからさ。屋外
富士山のふもとの屋外3月は空寒いやろみたいな、3月4月とか空寒いやろみたいな、うわ懐かしいね、覚えてるわ、すっごい寒かった。しかもさ、客席がさ、コンクリートだからさ、多分みんなお尻絶対冷たかったと思うよね、クッションを引いているとはいえ。そう、でもさ、みんな見てて多分寒かったと思うんだけどさ、私たちさ、もうさ、半袖ミニスカートみたいな、すごいさ、割と普段のステージで着る衣装を着てたじゃないですか。やっぱさ、踊ってるとさ、普通に踊ってる自分の熱気と、あとまあアドレナリンで、そのステージ立ってる時間だけ寒くないのよ。でも、ステージから吐けた瞬間に、寒いってなるの。あれすごい。あれ、なんか、びっくりした自分ね。ステージ上だけね、無敵なんだよね。自分の体感が。やっぱ人間って不思議だね。やっぱアドレナリンってとんでもないのかも、もしかしたら。カイロは、あーでも私カイロ持ってなかったかも。でも着替えの部屋は、なんていうの？あれ何ストーブって言うんだろう？あのさ、上で夜間沸かせるタイプのストーブあるじゃないですか。灯油入れる。あれをめっちゃ焚かれてた。寒すぎるから。そう。そうなん、そう、雪残ってたんだよ。そうなんです。そうやってる最中はもう気づかないぐらいだったね。ああ、だるまストーブね。だるまストーブです。そう、集中するとね、全然寒くなかったね。そう。うわー、懐かしい。なんか、すっごいコンサートの映像今見たくなったわ。見たくなりました。でも割と私実家に持ってっちゃったからな。そのさ、お父さんがさ、割とさ、私のグッズ集めるの好きだからさ、めっちゃお父さんにあげちゃってるんだよね。その、メンバー用ですってもらったやつをさ、そのままお父さんにこう渡しちゃうのよ。見なーって。だから今持ってないな、うちに。悲しみ。まあ、あと円盤化されてないの多いしね。映像走行で配信みたいなの多かったから。それも、そうか。円盤化されてないの多いな、確かに。後半結構そうだったもんな。アンロケのなすなかにしさんインタビュー。何の話だ、それ。え？河口湖の話？それ。河口湖？それ。うわぁ、でもアンロケ撮ったか。あんまり覚えてないなあんまり覚えてないなそう。A コンサートの旗を当てちゃったお父さんね。本当にファンの人にね、当たってほしかったよ。本当に。ダメだよって。いいのもダメだよって言って。心の中に円盤か。私、あれが見たいんだよ。チーム4コンサートで、岡田奈々さんと二人で愛を動かないで歌った時の映像がめっちゃ見たい。あれ見たいんだよな。てか、コンサートってやっぱいいよね。もうコンサートをやることはないけどさ、私が。よかったなーって。やっぱ思い出は振り返っちまうよ。振り返っちまうもんで。なんだろうな。劇場公演とかもそうだし。劇場公演とかもそう。そのユニットでサイリン好きになった。ああいう動かないでで。ありがとうございます。でも私がすごい歌好きっていうのを、ユーリーさんが、キャプテンだったユーリーさんが、そう、歌った方がいいよって言って入れてくれた。そう。歌が見れてソロコン。ライブぐらいならさ、するかもしんないけど、コンサートは、コンサートはしないよ。コンサートはしないよ。サイリンコールが懐かしい。
なんか、私、この前、自分の YouTube を久しぶりに見てて、卒業公演の YouTube 見てて、めっちゃアンコールのサイリンコール聞いて、わー、懐かしいって思った。みんな言ってくれてたわーと思って。めっちゃ懐かしかった。ね、卒業公演楽しかったよね。もう1年経つって。まさか。まさかそんなわけない。え、本当にびっくりした。まさかそんなわけないと思ったら、本当だった。びっくりしちゃった。うわ、唇フレーズ懐かしい。唇フレーズ、息、キス。ちょっと歌詞間違えた。あ、もう音もわかんなくなっちゃった。今いけたのに。レスイキスができたら君を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 傷つけない。うわ、懐かしいね。髪型は私が高見なさんを意識して、はい、ハーフアップかな、忘れちゃったけど、なんかそういう髪型でね、こう広げるやつだった。懐かしい、懐かしいね。あとさ、全然関係ない話していい？今、返しの画面見てたらさ、よし、いつもなんだけど、めっちゃ撫で方じゃない？めっちゃ撫で方がよくわかる服。撫で方とか丸い。肩丸くない？ あ、すっごい肩丸くない？今日。めっちゃ落ちてる。ちょっと笑っちゃった今、自分で。すっごい肩丸くて。肩丸。でも、最近痩せたからさ、めっちゃ鎖骨出るようになった。見て、これ鎖骨の音聞こえないか。 カチ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 言ったって。そう、私肩ないんだよね。いいんですよ。あ、でももうさ、あ、聞こえた？ 私今さ、体重が減り続けててさ、自分でもびっくりしてる。なんか一時期、ちょっと痩せてみちゃおっかなーって言って、食べる量をめっちゃ減らし、かつ、すっごい歩いてたの。ほんと1日10キロとか歩いてて。そう。で、ちょっと痩せてたのね。痩せ始めてたの。で、ああ、まあ、こんぐらいでいいかーと思って、ご飯の量をちょっと戻したっていうか、ちょっと増やしたの。その減らしてた時期より。戻したのに、今めっちゃ痩せ続けてる。え、今、結構過去最低体重かも、学生時代を、小中を除いて。小中を除いて結構今、過去最低体重かも。でも、さ、なんかそんな無理してないから、めっちゃ不思議。あ、それこそさ、ジョンマイラブの時は、ジョンマイラブの稽古中、私6キロ痩せちゃったんだけど、それは、今よりもうちょっと一瞬だけ痩せたんだけど、本当に健康的じゃなかったの。一切食べないみたいな感じだったから、健康的じゃなかったんだけど、今はすごい運動もしつつ、ご飯も食べて、かつ痩せて、みたいな。今めっちゃ調子いい。過去最高体重、嘘！これから冬が来ますよ。夏のうちに痩せといた方が絶対楽ちんですよ。そう。でも何ヶ月で何キロ痩せたかはちょっと明確に覚えてないんだけど。いやー、どうだろうな。でも卒業公演に向けて、私めっちゃ痩せたんですよ、一回。で、でも卒業公演はほんと急ピッチで痩せたから、ちょっと卒業してからちょっとだけ戻して、そっから健康的にクーって下ろして、今めっちゃいい。今めっちゃいい感じ。いい感じです。顔がやっぱ、顔がすごいお肉つきやすいから、やっぱ痩せると顔可愛くなれて、
にっこりです。にっこりです。ウォーキングしてるんですけど、でもウォーキングはウォーキングだけじゃ痩せないです。本当にウォーキングかつ食事制限しないとウォーキングは痩せないです。痩せ、脂肪燃えやすくなるけど、ウォーキングするとやっぱ食べ物減らさないとね、痩せれないっすね。それか筋トレして代謝を上げるかっすね。俺もサリンと出会ってから最低体重になってる。嘘！いいですね。めちゃんこよき。そう、無理せず痩せるの大事。俺も痩せたい。一緒に頑張ろう。15キロ落とす。15キロか。食べる量を減らす。夜遅くに変なものを食べない。いっぱい運動する。これに限ります。これに限ります。食事制限というか、食事改善がいいですよ。やっぱ制限するとストレス溜まって、ストレス溜まるとね、ちょっとなんとかっていう物質が分泌されて痩せにくくなるんで、忘れちゃったけど。ストレス溜めないのが一番いいんで、やっぱ食事改善で、ちょっと揚げ物を減らすとか、その脂質を減らすとか、脂質の代わりにタンパク質に取ってみるとか、その、パンとか小麦系よりはちょっとお米にしちゃうとかして改善するといいですね。そう。一日何歩くらい歩くの？今はね、一日1万5000を目標にしてるけど、でも毎日それをクリアできないから、その1週間トータルで、1週間の平均が1万5000になればいいなって思って、歩いてる。だからめっちゃ2万超える日もあれば、1万ちょっとぐらいの日もあるみたいな。そう。でも平均して1万5000ぐらいに、だいたいなったらいいなーっていう感じで、最近は歩いてます。そう。3駅ぐらい歩くときとか全然ある。そう。3駅歩いてみようっつって。でも本当に休みで、今日1日何の予定もない。暇って時は、この前マックス何駅歩いたかな？マックス10駅ぐらい歩いて、ヘトヘトになって帰宅したりとかした。そう。健康診断で血圧引っかかりました。あー、血圧計はマジで食事戻さない、なんか直さないとダメだね。運動じゃ、ちょっとダメだな、多分。半年で10キロ痩せたけど誰にも気づかれない。悲しい。悲しみ。すぐにお腹が空くタイプ。あ、でも、その1日1食とか、1食で爆食いするってよりは、1日5回とか6回に分けて、ちょっとずつ食べるの方が、なんか一応太りにくいらしい。けど、その、1日5食とかに分けても1食を多くしちゃう人、その5個に分けた分、3食より1食を減らさなきゃいけないけど、それが減らせない人はそういうの向いてないから。なんか向いてる方法を見つけれたら一番いいよね、ダイエット系はね。私は今もうほんと空腹が心地よいみたいなラインに来てるんで、めっちゃ食事制限楽ちん。そう。なぜならお腹が空くのが辛くないから。めっちゃ楽今。もうその境地に達したら本当に楽ちん。そう。しけさこんばんは。甘いもの控えようと思ってんだけどやめられない。甘いものは本当にもう中毒になってるから絶対に。そう。甘いものは中毒になってるから、本当に強い気持ちでやめないと。でも一回やめたら食べたいって欲が減るからめちゃくちゃ。一回本当にね、気合い入れると立てますよ、甘いものは。暑いから無理。あ、歩くの？私は本当に日落ちてからですよ。私が歩こうって思う。昼間は本当歩けないんで、無理無理。昼間は全然電車乗っちゃうけど、仕事帰りとか、もう日が落ちて、8時以降ですね、基本歩くのは。8時以降に、そっから11時とかまで歩く日とかあるわ。今日ちょっと、いっぱい歩いちゃおうっつって、歩く時とかもあります。
俺もその境地にたどり着きたい。ちょっと頑張ったらいけますって。ちょっと頑張ったらいけます。頑張って。みんな頑張ろうね。まあでも私は、こういう仕事をしてるから、なんか、ある程度痩せなきゃなって思うけど、みんなは健康であればいいんで、健康体重にしてくださいね。私はさ、こういうね、やっぱ痩せてる方が衣装ももちろん似合うし、いろんな幅が効くので、やってますけど、みんな健康でお願いします。だってさ、健康体重より痩せてる方がさ、健康被害高いんだよ、太ってるより。そんなんみんなやってほしくないよね。自分がやってて何言ってんだって話だけど。そんなの嫌だよね。高橋さん見れてるので健康です。ありがとうございます。みんな健康になっていこう。あ、そうだね。さっきちらっとさ、コメントで見たんだけど。見て、新しい爪可愛くない？爪変えてきました。ここか。え、可愛い。赤の、ちょっとレトロ系にしてもらいました。お花系。めっちゃいいですね。かわいい。かわいいです。とってもかわいい。これ自分でデザイン考えた。なんか、この指はこういう柄で、この指はこういう柄で、って。一本一本指摘っていうか、その、お願いして、やってもらいました。結構気に入ってる、今回。なんかやっぱ私爪が手もちっちゃいし爪もちっちゃいからなんか大人っぽいなんか何石とかキラキラ系が、まあんま似合わないかなって自分では思ってるので私服もさ結構さ変な柄の服とかさ結構チャカチャカした服が多いのでこういうちょっとなんだろうレトロなおもちゃっぽい感じの方が似合うかな、昭和っぽい、おもちゃっぽい感じの方が似合うかなと思って、やってきた。やってきたよー。めっちゃいい感じだね。最近は前髪上げておでこを出してるんですか？いいえ、最近マジで毎日この髪型してる。毎日ポニーテールだよ。しかも結構高めのハイポニー。なぜなら、もう暑くて髪下ろしてられないんですよ。私、縛ったらヘアセットが15分で終わるから、ラプチン。サボり。まあ、端的に言うとサボり。前髪上げたのは、この前その千葉ソウルで、前髪を上げてほしいって言われたから、前髪を上げました。何飲んでるんですか？よいしょ。自分で作ったお茶を飲んでいます。さあ、問題です。このお茶は何茶でしょうか？これ何茶でしょうか？ちち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 ち。これラグあるからコメント来るまで待ってるとね、すごい時間かかるんだよな。麦茶、梅酒、麦茶、お茶だって言ってるでしょ？てか、配信中にお酒飲まないわ。さすがに。さすがに。てか、私、家でお酒飲まないから、家にお酒一本もないわ。あ、すごい、めっちゃかい。麦茶、梅酒、麦茶、麦茶、麦、毒ダミ、玄米、プーアル茶、ルイボスティー、ルイボスティー、麦茶のはず、番茶、麦茶。正解は、毒ダミ茶でした。すごくない？なんで正解できんの？こんな変わりだね。どうして？どうして正解できるわけ？まあ、前も言ったか。そう、私の、実家、まんまから、まんまの、そう、お母さんの友達が、なんか実家に毒ダミが生えてるらしくて、それを、積んで、そのもうお茶にすぐできるようにパックにしてくれて、送ってくれたんですよ。なので作って。私、毒ダミ茶めっちゃ好きなんだよ。美味しいっていうか、まあ、変なって言うと変だけど、変わった味はするの。お茶の中でも。
なんなら私の友達は、ほこりの味がする、飲めないって言ってたんだけど、めっちゃおもろくない?そのさ、めっちゃ笑っちゃった私。ほこりの味するって言って、飲めないって言ってたんだけど、こんな言い方はしなかったけど、全然。そう。で、私はこの味がめっちゃ好きで、最近、まあ、健康にもいいしさ、ドクダミ茶って。健康にもいいから、最近毎日飲んでます。毎日1リットルぐらい飲んでるかも。絶対飲みすぎだけど。このボトル1個が1リットルぐらいなんで、毎日作ってるってことは毎日飲んでるってことだよな、1リットル。毎日飲んでるってことは1リットル飲んでるから、相当飲んでるね。そう、ドクダミ茶のその許容量あんま知らないけど、どうなんでしょうか。果たしてどうなんでしょうか。ちょっとわかりませんけれども。本当に最近お茶が好きで、水がね、飲めなくて、量。なんか体には水の方がいいらしいんですけど、やっぱり。本当に水がさ、まあ、幼少期から水は好きじゃないんだけど、味がしないから。より最近ね、緑茶か毒、外でペットボトル買うときはだいたい緑茶買うし、今さ、特保のさ、苦いお茶あるじゃないですか。それこそ、特茶とか、あと、家紋もあったかな?濃いやつ。あと、なんだろう。なんかいろいろあるじゃないですか。いろんなブランドで、この、ちょっとこう、脂肪を燃やすのに向いてますよ、みたいな苦いお茶。あれ、買うんですよ、いつも。そう。あ、これ。今日飲んでたの、これ。イエモンの内臓脂肪を減らす、チャカテキンが入ってるやつ。なんかほんと最近苦いお茶をずっと飲み続けてるわ。苦いお茶を永遠に飲んでいます。そんな感じですね。そういうの本当に脂肪燃焼するんでしょうか。まあプラシーボですよ、こういうのは。こういうのはね、完全にプラシーボですけど。まあ、飲まんよりはいいかなって。あと、普通に味が好きだから飲んでる。味が好きで飲んでるな。でも私、ダイエットする期間、いつも特茶がでも飲んでるかも。なんか、その他の要因で痩せたのか、特茶が効いてんのかは全くわかんないけど、一応飲んではいるな。最近水が飲めない子供増えてる。あ、でもなんかさ、一クラスに4人ぐらい水飲めない子がいるみたいなさ、なんかデータ見たわ。でも普通にさ、お茶の方が美味しいよ。でも、めちゃくちゃ喉乾いてる時は水飲みたいけどね。やっぱそう、ステージに立った後とか、舞台の合間とかに飲むのは、ステージドリンクは、水派。やっぱね、喉が本当に乾いてる時はね、水が一番効きます。そんな気はする。そう。そんな気がします。お腹すいちゃったけど、こんな時間だ。お腹すいちゃったよー。これ腹筋割りたいです。腹筋を割るにはまず、食事制限をして、食事改善をして、ある程度体脂肪を落として腹筋を鍛えるのが一番いいです。最近は本当にユニバに行けてない、涙が出そうなくらい。最後に行ったのいつ?今年5月。泣いちゃう。え、やばくない?私5月から行ってないの?泣いちゃうかも。全然泣いちゃうかも。でもさ、夏、いや正直7月8月は行ける日あったんだけど、
その夏の大阪がちょっと嫌だなと思って ちょっと夏の大阪無理かもなと思ってやめました。そう、大阪の友達もちょっと今は来ない方がいいよって言ってて、そうですよねっつってそりゃそうですよね。だからあれだね、今ユニバハロウィンを狙ってます。でもちょっと自分とスケジュールが思ったよりパンパンで、あ、私ユニバハロウィン行くつもりだったけどいつ行けんだろうなーって感じ。あ、でもまあ行けるか、行けるか、行けるか。嬉しいお知らせなんですけど、私今年もう12月まで予定が入っている、お仕事の。嬉しい話。すごくない？私もう12月まで、だからみんな12月も会えるよ。もう確定で会えます。10月も11月も12月も確定で会えます。もう確定です。ピース。ハッピーです。嬉しい。まあまたね、情報解禁で、皆さんぜひチェックしていただきたい。まあ11月はね、誕生日なので、なんか、楽しいイベントがしたいなぁと思いつつ、まだ全然何も決まってないんですけど、何にも決まってないんですけど、楽しいことしたいなぁとは思っています。そう、11月の私の予定にもよるんですけどね。そう、でもさ、本当に舞台いっぱい出させてもらって嬉しいね。こんなにこういっぱい出させてもらえるようにすぐなるとは思わず、非常にハッピーです。一緒に楽しい時間を共有していただければと思っておりますよ、という話。そう、そう、誕生日に関しては何も決まってないです去年はね、だって私 AKB も卒業して新しい事務所も決まってない、本当に何もない、めっちゃ久しぶりの誕生日だったので、一人でユニバ行ったしね。でもさ、なんか最近さ、思い出すんですよ、去年の誕生日を。一人でユニバ、その21歳最後の日と22歳最初の日、2days でユニバ行って、スヌーピーと写真撮ったんですけど、なんか今思い返してもめっちゃ楽しかったの。でもこの話誰に話してもすごい悲しい顔される。友達いないんだねって、すっごい悲しい顔される。友達とか誘えばいいのにってすごい悲しい顔されるから、最近その勝手に悲しい顔されるから悲しい。こっちは楽しかったって言うのに勝手に悲しい顔されちゃうんだよ、あまりにも悲しそうすぎて。初見です、ありがとうございます。この前カラオケ配信聞いて歌う前のめっちゃ印象に残りました、ありがとう。の歌ほんと好きなんで、その新曲も楽しみにしててください、よろしくお願いします。そう、 2days でもおすすめ。ユニバは特に東京とかに住んでると相当さ、ホテル代と新幹線代で相当かかるから、もう 2days ぐらい行かないと元取れないと思ってる私。しかも私本当に何日いたって楽しめるタイプの人だから飽きないから 2days 超いいです。立山県警さん、ギフトありがとう。空色に向けて青入れました。あ、そうだよね、見た見た自由自在すぎる髪色、すごくない？空青いいな。私もカラーエクステつけようと思ってつけてないや。リリーベの特典の私物サインってタペストリーに書いてもらえるのかな？お、いけんじゃない？全然。常識の範囲内でっ
っていう感じだったけど、それはもう全然常識の範囲でしょ。全然いいですよ。AKB の時とサインもう違うけど今。それでよければ。もうサイン違うけど。遠征必須民、東京遠征で似たような感じ。わかる。やっぱちょっと遠征するとさ、ある程度さ、全部やりたいことやんなきゃってなるよね。イベントも一部二部あったらどっちも行かなきゃってきっとなるよね。まあそんな感じでぼちぼち1時間ぐらい経つので、ぼちぼち終わりにしますよん。私明日もお仕事、ありがたいことにお仕事ですので、明日も早く起きてお仕事行きますので、ぼちぼち終わりにしてお風呂に入って寝ます。そんな感じです。今日も楽しかった。一部と二部内容的には同じですね。同じです。久しぶりの配信楽しかったよ、ありがとう。じゃあランキングで終わりにしますね。13位のりゆきさんありがとうございます。12位ひでまるさんありがとうございます。11位安楽生涯ゆずかたおしさんありがとうございます。10位あーちゃんありがとうございます。9位ちかいしーさんありがとうございます。8位やっちさんありがとうございます。ナイピアノマンさんありがとうございます。6位いっちゃんさんありがとうございます。5位やすさんありがとうございます。4位たかしさんありがとうございます。3位ばいっこぞうさんありがとうございます。2位とてんまけんけいさんありがとうございます。そして1位はプルトンさんありがとうございます。いっぱい今日もギフト投げてもらっちゃってありがとうございました。またまあ今月はやらないと思うけど、また来月配信します。あとあれだ、もう月末なので、そろそろ私は来月のカレンダーと、マルシェの写真を作んなきゃいけない。また来月頭にマルシェで壁紙カレンダーとメッセージ付きデジタルフォト販売するので、チェックしてください。よろしくお願いします。またツイートもしますので、ツイッターのチェックをよる、ツイッター現 X、元、旧ツイッター現 X か。の方のチェックもお願いします。では、おやすみ、みんな。遅い時間までお付き合い。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。あー、配信の切り方忘れた。ちょっと待って。終わらないわ。